安永三年大名武官官より、越後長岡藩第九代藩主、牧野忠清の家書武官は、江戸時代に出版された大名や江戸幕府役人の、氏名、国高、宝宮、家門などを記した年間形式の新四六。法暦十三年大名武官官江戸時代になって、多数の武家が都市に集まるようになり、武士と取引を行う町人たちにはそれらの家を判別する必要があった。 武漢はそのための実用書であり、また都市を訪れる人々にとってのガイドブックの役割も果たした。大名を記載した大名武漢、旗本を記載した旗本武漢などがある。武家の当主の氏名、官位、家紋、国高、役職、内室、上地、格式、幕府への献上品、行列の差し物、用人等が記され、携帯用の略武漢なども出現した。 一年ごとに出版が行われ、役職などの移動に対応した。編集は民間の藩元が行っており、江戸や京都、大阪で出版された。書店でも売られたが、行商の武漢売りも販売していた。桜田門外の変において、いい直おを襲った老子たちは、武漢を手にして、大名家ご見物の田舎侍を装ったという、逸話がある。漢営年間にその原型が現れ、 正法4年の正法武漢でその形態が整った。中期以降は、江戸最大の書物問屋であった、須原やモ平が、ほぼ独占的に出版し始めた。一方で、幕府御書物誌の出雲寺泉城も、江戸出雲寺漢本を出版して対抗した。武漢の出版には、本屋仲間の許可が必要であり、許可を持たない藩元は、武漢の名を隠し、 役職なども記さないようにして出版した。大名の須原野ヤ版の武漢は四巻構成であったが、後に五巻構成となった。武漢のコレクションとしては、森郊外の郊外文庫、高田重友の高田文庫、野村古道が収集した野村本が知られる。郊外は武漢を主要な参考資料にして、伊沢蘭県や渋江中在を書いた。また橋本博士は、 江戸時代の武漢をまとめた大武漢を編纂している。また、石井良介が柏書房を発行書として、変年江戸武漢文化武漢と変年江戸武漢文政武漢を刊行した。橋本博の大武漢を見れば、時代により掲載内容に違いがあるが、時代とともに内容は拡大している。変年江戸武漢文化武漢の例言によると、巻一及び巻二の 場合大名の姓、系統の、同じ一族書類を一括し、で姓を記載。松平姓氏姓の場合は、で本姓を記載。大名の本国大名の系図大名家当主の、人名大名の赤字家徳相続年一回内出、性室。なお婚約者の場合でも、内出として記載される。実名記載でない。五着産禁字、健常家門やり印をしがまとい船印。 船幕院や敷地菩提寺、藩主及び家臣が江戸で死去した際の菩提寺。ただし、一部の藩では国元の菩提寺が掲載されている場合もある。また、小島藩で記載されているのが永遠神寺や西福寺だが、同藩の年寄り倉橋閣が埋葬されているのが上閣寺だったりしており、家臣については強制的に菩提寺が決められていたわけではない。家臣、最低でも、 家老、養人、エドルス居が記載される。藩により側養人や中老、番頭などを記載する。また、家臣の役職名も掲載されているが、家老の項目を付さずに、下半の役職を一括して、無項目で掲載したり、越後長岡藩のように奉行という故障を避けて、中老や年寄りとして掲載しているなど、実際の繁殖とは異なる場合も存在する。国高、居城、 最初、表高を表記。なお、武漢掲載順は、審判と、その他の大名で対別した上で、各大名家着家の国高順で掲載される。放置理定、江戸から居城までの理定、歴代上手者定、掲載されることは少ないが、いる場合は掲載する場合がある。武漢に限ったことではなく、現代の出版物でもあることだが、一年に一回しか、 改定されず、かつ情報を仕入れ、版木を掘って、すり、観光するので当然ながら、掲載内容に差が出てこざるを得ないので、この点は注意すべき点である。例えば、変年改定文化部館に掲載される文化10年観光の、スハラや平蔵藩の武館においては、日本松藩主として、庭長賞、弱子として、庭里志造茂之が登場するが、実際には、庭長賞は、 文化10年8月25日に死去している。翌年の武漢では、庭重幸が前年11月に相続したことが掲載されている。他方、文化9年2月3日に、久留米藩主、有馬来季が死去し、孫の有馬頼則が相続するが、文化9年の武漢では、久留米藩主として、有馬頼則が掲載されており、文化9年3月に相続した旨が掲載されており、 掲載が間に合っている。また、延響三年刊行の須原や茂平倉伊ラ、イタにおいては、盗賊並み火付け方を改めとして掲載されているのが、小浜平衛門と中島百助、同延響三年12月5日に死去している、星名門戸が出荷の伏見回り語訳として掲載されて、いたりしている。この点は、現代の出版物でも言えることだが、武館の場合、返年を、 宣伝文句にしながら過信情報などの一部分が毎年改定でない場合があり、これは他資料で比較すると明らかになる。例えば、巻に末行に、初代名五隠居刀見五家徳という前代名家の隠居者の一覧がある。米沢藩主、上杉春則は隠居して、しばらく経った、今日は二年に停発して酵山とこうしたが、初代名五隠居刀見五家徳において、春則の表記が、 米沢自重、養山藤原春則に変更されるのは文化9年の武漢からである。また、戦術の通り家臣の役職名が武漢と実際の繁殖で違う場合があるが、これは各藩によって故障が違う役職名を実際の機能を考慮して標準化したり、売信と幕職との身分差に配慮した結果である可能性が高い。 例えば、米沢藩の故障は玉や大目付、中士官土師よりは、武官ではすべて用人として掲載されていたり、仙台藩の故障は玉の坂地衆が用人として掲載されているが、これは標準化の結果である可能性が高い。米沢藩や仙台藩、越後長岡藩に武行職があるが、幕職の諸武行に配慮してか米沢藩や仙台藩の場合は項目を設けずに、米沢藩では、 就任資格のある侍組分量おけ投手を〇〇掲載。仙台藩では一問と分けて掲載したりしている。越後長岡藩では中老として掲載し、実際に中老がいる場合には千引きで、実際の中老と武業を項目内で差別化掲載したりしている。なお、実際は番頭兼用人であるが、武官に番頭の項目が設定されない藩の家臣である。 場合は、容人として掲載している場合もある。ありがとうございます。